高の物理的な影響を与えるとする考え方があった。世界最大のクフ王のピラミッド、高さ137メートル、平均して1個1立方メートルの石がおよそ230万個以上使われている。人類が作った建造物では最大のものと言われるが、真下から見上げると圧倒的な迫力で迫ってくる。東西南北の各々の方向に整体する四角錐のこのピラミッドは、もともと不思議なパワーを持っていたという。つまり底辺から頂上までの高さに対して、下から3分の1の高さに相当するところにパワーが集中する。クフ王の玄室はピタリその位置に設計されていた。ピラミッドが現実に不思議なパワーを生ずることを証明するための実験が行われている。高さ15センチの模型のピラミッドの中に1個のみかんが入っている。これはどういうことなのであろうか。で、まあ、2年前ですね、見てはっきりと姿が分かると、はい、その違いが分かるというので、まあ、みかんを置いてみようと。あ、そうしますと一応ここ2つありますけれども、こちらの方が1週間ぐらい前から、はい、これはあの3回目の3年目の実験で、つい1週間前、みかんの季節になりましたので、はい、あの買ってきておいて、今これ1週間ぐらい経ってますけども、でも1週間経っても目で分かりますね。これはあのやっぱりピラミッドの中に入れてるのは色ツヤがいいんですね。すごいツヤがいいですね、はい、もう入れてない方はもうすぐなんかこうちょっとこうしぼみかけたような感じが出てきておりますね。この写真があの一昨年の11月の4日から置きましたみかんで、はい、真ん中のおみかんが、うん、ピラミッドに入れたものですね。これはもうどのくらい経ってる状態ですか、この写真。これがだいたい8月ですから9ヶ月ぐらい経った頃です。9ヶ月経っても、9ヶ月経ってもこのピラミッドに入れたあのみかんはこうして、すごいですね。あの外の形は綺麗なあの赤色で残ってるんですけども、あの中はあの非常に見方が軽くなる。これもですね、いつもこう蓋してるわけじゃないんですよ。あ、いいんですか、これは。いいんです。あのいろんな方が来てね、こうして持ってくださいってこう持ってもらったらですね、非常に目方が軽くなって、まあいう、まあ俗に言うミイラ化っていうんですかね。そういう状態。中はどういう状態なんですか。それでこの間10月の初め頃にこう2つに割ってみたわけですね、はい、そうしますと中の身がこうこの小さくなりましてね、まあちょっとこう外の皮はきれいに張ったままですけど、中があの小さい、まあ、乾燥を仕掛けたような状態になってます。ピラミッドには確かに説明しがたい不思議な機能を持っているように見える。一体このことをどのように解釈したらよいのだろうか。